いわゆる核のごみの最終処分場の選定をめぐり、厳戒町議会は今日、文献調査の受け入れを正式に決定しました。今後、脇山町長が連休明けにも受け入れの是非を最終判断します。これまでも延べ3500人以上の町民の方が原子力関連施設の視察研修に行かれており、住民の方は原子力発電に対しての知識は十分に得られているのではないでしょうか。わずか10日間です。この議会は全く民意が反映されていないということ、これが反対の最大の理由であります。核のごみの最終処分場の選定をめぐり、厳戒町議会には町の3つの団体から文献調査の受け入れを求める請願が出されています。議会は昨日の委員会でこの請願を賛成多数で採択していました。今日の本会議では賛成反対の立場から討論があり、採決の結果再び賛成多数で請願が採択されました。議会としての正式な決定となり、原発の立地自治体で文献調査の請願が採択されるのは全国で初めてです。これが民意を反映されていると思っておりますので、重く受け止めておるところでございます。最終処分場の問題としてですね、問題を全国的な課題として皆さんが考える一助になればありがたいなと思っております。一方、山口知事は厳戒町、そして厳戒町議会での文献調査に関します議論につきましては見守っていきたいと考えております。私としての最終処分場に関する考え方につきましては、これまで申し上げてきた通りであって変わっておりません。今後は脇山町長が最終判断することになり、大型連休後に受け入れの是非を発表する見通しです。